皆様こんにちは。今回は、伊豆の国市韮山の、江川邸ですね、そして反射炉を訪ねましたので、その時の動画ということになります。ここは江川邸の駐車場です。とても広いですね、広々として気持ちがいいところです。江川家とは、お代官様そんな意識しかなかったんですが、源氏の挙兵に参戦し、そして、その36代に江川秀忠という外国の植民地支配に日本を守るために多方面に活躍された、知識人であり、そして英雄と言われています。こちらは玄関だと思うんですが、一般の人は入れません。なお敷地は建物が建っている敷地ですが、これが、5000坪になるようですね。歩いていくと右側に役所の跡が広くあります。これ役所跡ですか？そうですね、うん、県庁所在地。あ、すごいね。すごい小焼きだね。本当だ。実に多方面にわたって活躍された本当に天才と言ってもいいんではないでしょうか。幕末の偉人、そして歴史を知るとても貴重な資料ばかりです。この江川塾で学んだ方で、明治時代活躍された方も多いそうです。
坪の土間です。天井は板張られてないんで、屋根裏の小屋組みがですね、すごい高いですね。立派な小屋組みがそのまま見られます。かまどがあって、これは外国製だと思いますが、大砲。そして、パンをここで初めて作ったということで、当時のパン焼き機がそのまま残っています。外に出ると、幕末から、明治大正と、頃に作られた、いわゆる、蔵が3つ並んでいます。中は今、展示スペースとして利用しているようですね。36代秀達殿は、早くから反射炉、まあ、大砲とかそういうものを作るためですね、国防のために、進言していたんですが、幕府がなかなか許可しなかった。1853年、ペリーが来航によって危機を感じた幕府はですね、これを許可したということです。かねてから準備の秀達様はすぐ着工ということですが、それから2年後ですね、病気のために完成を待たずに生涯を閉じました。そして、37代の息子さんですね、この方が、完成させたということです。この後、車で5分ほどでしょうか、反射炉を訪ねましたけれども、その話はまた追って後編として報告したいと思います。それでは今日はご視聴ありがとうございました。失礼します。